ドゥムノニアは、7王国時代に、イングランド西南部を支配していた王国。現在のデボン州、サマセット州の大部分、また可能性として、ドーセット州の一部も支配しており、ローマ帝国の末裔ブリトン人の王国であった。西の境界線は分かっておらず、コーンウォール州が果たしてドゥムノニアの支配区域になっていたのかどうかは不明。 7王国時代のイングランドトゥムノニアの名前の由来はダムの二族から来ている。この王国が統一された王族による王国であったのか、それとも弱い王族の集合体であったのかは知られていない。しかしながら、この王国はその名に連なるコーンウィ族を従属させていたので、コーンウォール地方はこの王国の影響を受けていたようである。また、トゥムノニアという名はラテン語による名前である。 綴りは一定ではなく、ダモニア、ドムノニアとも言われる。この王国の存在は、同族の西ウェールズ諸部族と同様、ウェセックスにも知られ、現在にも伝わるようになった。ドゥムノニアは、ローマ帝国からの末裔による国ということで、アングロサクソン人、デーン人の侵入が激しい、この時代では異色の存在であった。カドベリー城のように、 鉄器時代の取り出を改装した貴族、王族の城もあれば、ティンタジェルのように新たに作られた城もあった。この国に持ち込まれたローマ帝国より、後の時代の陶器が地域の至るところで発掘されている。この国の人々は、現在のコーンウォール語につながる、ブリトン方言を話していたものであったろうと考えられている。また彼らが石に残した刻印からアイルランドからの、 移住者もいたものと思われる。ローマ帝国時代後期以降、キリスト教信者の墓地が存在していることから、キリスト教の普及はドゥムノニア全域に及んでいたと思われる。またこの地には、より聖ピラン、ウェールズより聖ペトロック、聖ケインなどの伝道者が多く渡航しており、ボドミン、グラストンベリーに重要な修道院があった。またエクセターにも、その可能性が示唆されている。 マルムスベリーのウィリアムによると、10世紀になると、ブリトン人たちは、エクセターに定住した、サクソン人と共に定住していたが、イングランド王アゼルスタンはこれを禁止したと伝えられるが、それでも、エクセターの一部区域では、リトルブリテンの名が18世紀まで存続した。927年に、ドゥムノニアという、同じ名を使った王朝が、コーンウォールの東辺境で勃興したが、 西方の辺境に住むブリトン人はコーンウォール王国と同様少なくともある程度の自治を確立し存続することができた。ドゥムノニアはブリトン人の国であったのでアーサー王はドムノニアの王族の一員ではなかったかという推測がなされている。アーサーの祖父はコンスタンティンと呼ばれているがブリトン伝承ではクステンルンゴーニュという人物と名前が類似している。 また彼の息子の名とアーサー王の伝承の中での名に類似性が見受けられる。また5世紀の文人ギルバスによると、ドゥムノニアのコンスタンティン王をアーサー王伝説に出てくるコンスタンティン3世のように伝えている。一部では、アーサー王が大勝利したバドンさんの戦いの場所は、七王国時代にドゥムノニアがアングロサクソンと戦ったデボンと唱えているが、 ほとんどの歴史家たちがこの戦いの戦場は、例えば、バース近郊などのように、どこにでも仮定できうると考えている。また、アーサー・王の最後の戦い、カムランの戦いはまたキャメル・フォード近郊のスローター・ブリッジ、ブルターニュなど、ケルト系ブリトン人の住む土地は、このように呼ばれた。ありがとうございます。